皆様こんにちは、しのぶ皮膚科院長の曽原しのぶです。今回は PRP にいただいたコメントに関してお答えしたいと思います。いただいたコメントを読ませていただきます。 APE に FGF を添加して施術してもらいました。今ちょうど1ヶ月経ちましたが、ちょうどよく盛り上がっていますが、少し物足りなさも感じています。こんな状態でももしかしたらこれからもっと膨れ上がってしまう可能性があるんでしょうかということですね。今回の動画はちょっと私の動画の中では別のお答えをすると思うので、ぜひ聞いていただきたいと思います。私はこの FGF を添加して皮膚に注射することに関して危険ですよ、注意してくださいと申してきました。しかしですね、うまくいくこともあります。今から受けようとしている方に関しては、友達がうまくいったから私もやるとなるのは危険だなって思うんですけれども、実際に患者さんで FGF を添加して打って気に入ってるだとか、実際に私が拝見してあ、いい感じと思うこともあるんですよ。ですので絶対に FGF を添加したものを入れたら悪くなるというわけではない。 FGF を添加した成長因子を入れる治療が慣れている、また控えめにやっている、そして症状がひどい、クマがひどいという時はうまくやればとても良い場合もあります。なぜこれを伝えたいかというと、今後盛り上がっちゃうのかなとか、入れたのは良くなかったのかな、自分は気に入ってるけどと悩まれている方に、私はその気に入ってるであり、今うまくいってる方はうまくいってるということを伝えたいから申しました。今1ヶ月経ってちょうど良いということですね。そして物足りない、まだ盛り上がるのかということも書いてありますが、おそらくですね、1ヶ月経ってこれからもこ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 盛り上がる可能性は低いと思います。だいたいその FGF を添加したものが盛り上がるのは、まあ長く見ても3ヶ月ぐらいだと思います。そして1ヶ月ぐらい見ればだいたい9割は終わっていると思います。ただまあ個人差があるんですけれども、そのように思ってください。ですから、このコメントいただいた方はね、今1ヶ月でちょうどいいと思っているようだったら FGF に成功しているのでよかったなと思います。そしてちょっと物足りなさを感じているということですが、ちょっと物足りないところでやめるのがポイントですよ。かなり物足りないと思っている場合は、まあ、この施術していただいた先生がお上手なのでやって良いかもしれないんですけれども、この FGF は一旦盛り上がったら戻すことができないので、ここでやめましょう。これ以上あまり変化がないと思うので、これ以上盛り上がる不安はあまり持たないでください。しかしちょっと物足りないぐらいで思っているようでしたら、もうやらない方が良いと私は思います。私の動画を見て不安を煽ってしまっていたら本当ごめんなさい。うまくいっている場合がの方はそのままで良いんですよ。しかしうまくいっていると思ったらそこでやめることがコツです。うまくいったけどもまだまだ物足りないと思っている場合は、非常に慎重になりながら、そこの先生に、まあ私の動画を見たとも言っていただいても良いと思うんですが、相談してやっても良いかもしれません。ちょっと物足りないぐらいが一番治療としてうまくいっているケースだと思います。今回は PRP の治療を受けた方が、これ以上盛り上がらないか、今気に入っているけど大丈夫か、またちょっと物足りないけれども続けた方がいいかというようなご質問、貴重な意見をいただきありがとうございました。このチャンネルでは皆様の悩みや質問に関してお答えしていきたいと思いますので、ぜひ答えてほしいというようなことがある場合はコメントいただけますと嬉しいです。この動画が参考になると思ってくださった方は、ぜひいいねとチャンネル登録いただけますと嬉しいです。また私は今港区の三田でヒアロン酸を中心とした医療を毎日行っているんですが、20年間その前にですね、保険の皮膚科をやってきておりまして、その知識をですね、別のチャンネルで動画でご紹介しているので、そちらのチャンネルも見ていただけますと嬉しいです。ありがとうございました。